3.14159にいる久保さん号に。もうやめてくれ、俺が悪かった。こいつずっと言い続けるか、一体どうなっちゃうんだ。ああ、今日も学校めんどくさいな。ね、豪樹おはよう。あ、おはよう。相変わらず何考えてるか分かんないやつだな。おい、お前、あいつって小さいんだよ。すみません。うわ、豪樹のやつめんどくさい先生に絡まれてるよ。これだから最近の若いやつはだらしないんで。おはようございます。ふっ、朝からうるさいわ、さっさと行け。ちっ、何なんだよあの先生。よし、お前たち1時間目は算数の授業をやっていくぞ。うわ、朝からだるい先生の授業かよ。おい桜木、円周率は別名なんていう。えっ、はいです。ギャハ、正解正解、いいね。あの先生、それってセクハラじゃん。クソガキ。ちなみに円周率をパイっていう理由は 3.14 を裏返した時にパイって読めるからだぞ。ちゃんと知識あるのはムカつくな。円周率は無限に続いてて、あ、そうだ、お前たちのやる気を上げるために今から円周率を入れた桁数だけ賞金をやるよ。え、円周率を入れた桁数だけお金くれるんですか。あ、そうだ、1位のやつにはこの動画のいいねかける1万円賞金としてやるぜ。よっしゃ、僕は頂点になってる。3.14159265348935455。次はこいつらバカだな。円周率は100兆桁あるんだから覚えられるわけねえだろ。チェックショー、もう無理だ。そしたらバカな小学生じゃ10桁覚えられるくらいだろうな。じゃあ頼んだよ親父。え、何してんの。うん、ニュースです。円周率を入れた桁数だけ賞金がもらえます。皆さんぜひ参加しましょう。え、は、どうしてニュースに。俺の親父が総理大臣だから国民みんなに拡散してもらったんですよ。何してんの。いや、これで日本の頭のいいやつは100キロ得る。あんたは100万円を失うぜ。貴様。3.26578925387。えぇ、ゴーキ、お前まだ言えるのかよ。3.42657892。そんな、ゴーキ君100キロ超えたのよ。は、100キロ。ゴーキ、お前そんなに覚えてるのかよ。3876523892。いや、そんなバカな、ただ適当に言ってるだけのはず。いや、全部合ってる。なんで。全ては復讐のためさ。え、なんか豪樹の声がテレパシーで聞こえるんですけど。100兆桁絶対言い切ってお前から100兆円奪い取ってやるからな。そんな、わしの子孫の代まで借金地獄じゃないか。てかわしまだ彼女いなかった。それから豪樹のサイコパスすぎる復讐が始まった。よし、今日のナイフはマラソンをやるぞ。やっと1万桁言い終わったぜ。わしもう1000万円支払うこと確定や。家が唯一の休み場所だわ。3.29487325。いやー、なんで言うの。サボってないことを教えるためですよ。わしはとんでもないやつを敵に回しちゃった。このままじゃわしの人生がやばい。何としてでもあいつを止めるしかない。はい、どちら様ですか。あ、豪樹くんのお母様ですか。そうですけど、今あなたの息子さんが狂っちゃってるんですよ。円周率を言うのを止めてくれませんか。だって賞金もらえるんでしょ。え、なぜそれを。せっかくなら稼げるだけ稼いでもらわないと。あなたの人生がどうなろうと。いや、子供がサイコパスなら親もがっつりサイコパスだった。頼む、あいつの命はどうなっても構わない。円周率をやめさせてくれ。伝説の殺し屋とは俺様のことよ。よし、ここのビルの屋上はあいつが歩いてる道から1キロ離れてる。だがこの特殊なメガネを使えば余裕で狙えるぜ。3.23689235783291。え、今こっちを見せてるな。そんなわけないか。殺されたいの。え、こいつは負けだ。そんな、あなた失敗だと。土下座でもしない限り俺はずっと言い続けますよ。先生、あいつに毒殺してでも謝った方がいいんじゃないですか。土下座。いや、それはわしのプライドが。なんでそこに変なプライドあんねん。ついに復讐する時が来た。え、桜木さん、私も円周率に続け AI を開発したの。なんでと。 AI なら間違いなく言い続けられるじゃないか。そうよ、私の AI は喋りのうまいから間違えることはないわ。ついに1万桁も AI を言ってるんだから。え、1万桁。え、驚かないの。あ、その豪樹は今。よし、千億桁言い切ったぜ。千億。終わった。もうわしの
孫の代まで借金だ。彼女いないけど。このままじゃさすがに先生もかわいそうし、ゴーキの人生もめちゃくちゃだ。どうにかしてあいつらを救うことはできないのか。そうだ、過去に戻って演習と数字を変えれば救うことができる。おりゃあれ、どこだここ。お主、なんだその奇妙な格好は。え、ちょんまげの小僧。おい、早く答えるとこの方ができるぞ。ちょんまげ小僧、ひげです。バカにしてんのか。許さない。やべ、過去に戻りすぎちゃった。もう少し未来に。おりゃ、今度は近未来すぎない。借金がまだ1000兆円も残ってるよ。借金1000兆、まさか君の名前って。オイラの名前はヨシキンアルファだ。いや、絶対こいつ先生の指導や。千年後の指導まで借金背負ってる。てか先生、彼女できたんだ。オイラが何したって言うんだよ。やっぱりかわいそうだな。よし、今度こそ演習率発見された時代へ。オレここが演習率見つかった場所。おお、なんか知らんけど演習率ってやつを見つけちゃったわい。お、あの博士が見つけたのか。3.141592 とずっと続いてしまうな。まあ仕方ないか。すいません、ちょっと失礼します。 Oh my god、 わしの大事な資料が。演習率は 3.15 ですよね。え、 3.15、 確かそれくらいだったような。絶対そうですよ。ぴったりの数字見つけるんで、さすが天才博士ですね。おお、そうじゃそうじゃ、演習率は 3.15 じゃ。早く世間に発表するぞ。よし、これで演習率は 3.15 になった。これで未来が変わるはず。よし、お前たち、早速算数の授業を始めるぞ。お、これは演習率の事件が起きる授業だ。これで俺が演習率を先に言っちゃえば、先生も豪気も救われる。演習率は無限に続いていて、あ、そうだ、お前たちのやる気を上げるために、今から演習率を言えた桁数だけ賞金をやるよ。はいはい、3.15 です。おお、バカなくせによく覚えてんな。よし、これで大金を獲得したし、みんなも救えたぞ。はい、じゃあ3桁分答えてから3万円だ。そういえばそうだけど、まあ、3万円もらえるならまだ。はい、あげた。へえ、約束通りお金あげたぞ。おめでとう。本当バカってかわいそうだよな。俺、こんな奴らを助けるために頑張ったの。炎症率って最高。よろしく。